ルーラ大統領に写真集を手渡すサルガド・セバスチャン・サルガドは、ブラジル・ミナス・ジェライス州出身の写真家。ドキュメンタリー写真、報道写真の分野で活動する。セバスティアン・サルガードと記載されることもある。1944年、ブラジルに生まれる。父親は、リオドーセという強国で農園を経営していた。15歳の時に、エスピリト・サント州のビトリアの高校に進学し、 フランス文化普及協会の事務所で働きながら高校を卒業した。大学では法学部に進み、20歳の時にフランス文化普及協会で3歳年下の妻レリアと出会う。1967年、レリアと結婚するとすぐにサンパウロ大学の経済学の修士課程に進学。修士課程では軍事政権に反対する学生運動に身を投じた。 1969年8月、両親を亡くしたツマレリアと共にフランスに移住。パリにたどり着いた二人は、サルガドは博士課程に進学。レリアは国立美術学校で建築学科に入学し、シトロエンに CV を購入してフランス各地を回った。また、ブラジルの反政府運動とも引き続き関わりを持ち、フランスに逃れてきた運動家の支援を行った。 1970年、建築の勉強をしていたレリアが、ジュネーブでペンタックス SP とタクマ50メートル MF1.4 レンズを購入したことをきっかけに、サルガドは写真にのめり込む。1971年、ロンドンに移住して国際コーヒー機構として上映。2019年ドイツ出版協会平和賞受賞。初期はペンタックス SP を使用。その後、 2003年までライカととダックのトライエックス4 0 0を使用。2004年から2008年までは、ペンタックス6 4 5と t r i e クスパン3 2 0を使用。しかし、ニューヨークの同時多発テロによって、空港のセキュリティチェックが厳重化された結果、銀塩フィルムの輸送が著しく困難になり、2008年にキャノンが e o s 1 d m III を対応したのを機に、 デジタルカメラに移行こう。プリントはデジタルデータから4号サイズのモノクロのネガを作り、それを用いてプリントするという手法を採用している。セバスチャン・サルガド、イザベル・フランク、私の土地から大事へ、川で処方審者2015年、22から40ページ、サルガド前継四41から52ページ、公式ウェブサイト、サルガド前継八87ページ、サルガド前継書。 167から171ページ。ありがとうございます。